直近7試合で7ホームランのアーロン・ジャッジは、5月20日のレッズ戦に2番指名打者で出場し、4打数4安打3打点の活躍。これはチラ見やってるわ。あかんすよ。チラ見したのあの1回だけなんやろ。完全に言いがかりやんけ。いくら打ってもインチキ扱いされててくさ。OPS ランキングも全体2位まで爆上げや。やっぱり上がってくるんだな。1位誰や。ヤンディ・ディアス。さすがにできすぎやろ。あ、去年だけの確変ちゃうやんけ。なんやこの化け物。スペだっただけで確変ではない。翔平、これが MVP の選球眼や。松井が育てたジャッジ。この化け物いるのには東さん言っても強すぎるだろ。ジャッジクラスに打ってるのが3人くらいいて、2ユニも OPS。900クラスがいてあとよくわからん OPS。850前後が4人くらいいる。球団がトップのリーグやし、ブルージェイズなん癖つけてからめった打ちにされててくさ。昨日もヤンキースまた疑惑あったやろ。回転数爆下がりとかなんしてんのこいつら。粘着はガチやぞ。もう打率、2割9分9厘。意味わからんだろ。また打ち出したな。意味がわからんくらい打ってるよな。直近の打率ホームランとかやばそう。確変ではなかったのか。序盤に打ってなかったのが嘘みたいだな。打ち出したらコント止まらんよな。大谷と今年も MVP 争いか。MVP が大谷かジャッジの二択みたいになっててくさ。なんやこの怪物おかしすぎるだろ。おっ今日ホームラン打ってないやんって思ったら4打数4安打はくさ。しかも3打点わらわらわら。普通に7試合で7ホームランも意味わからんよな。藤浪と対戦してほしい。